お嬢様、ホテルの生活には慣れましたか？おかげさまで快適に過ごしてるよ。ベッドはふかふかだし、ホットチョコもすごく美味しい。ありがとうございます。ところでお嬢様、お嬢様の神秘眼をお借りしたいのですが。神秘眼？この壁がどうかしたの？ここに絵を飾ろうと思いまして、馴染みの美術商に買い付けを頼むつもりなのですが、お嬢様はズバリどのような絵がお好みですか？そうだな、田舎町の絵がいいかな。小さな教会と広場があって、ひっそりと素朴な感じで。お嬢様の思い出の風景ですか？え、いや別にそういうわけじゃ。お嬢様のご意見がいただけてよかった。早速美術商に連絡します。うん。どちらになさいますか？お呼びでご。浄化開始。おいで、おいで。ハッペイハッ、飛べ。ハッペイハッ、落ちろ。ハッペイ。ハッペイハッ、落ちろ。ハッペイハッ、落ちろ。切り裂く。落ちろ。シアルフィ。
お寮。邪用にもどんくさいのはいるもんだな。ん？リボンに何か書いてあるな。コランティーヌ？ストップ！また顔面強打するぞ。気をつけろ。もう助けてやらないからな。なんだよ。君、商人なの？うーん、初めて聞く邪用語だな。なんとなく言ってることはわかるけど、お安くしとくから買ってってことね。何？ロジエクロック？何？私がお金持ちだって？これお金じゃなくて血を貯めてるんだけど。ほう、お金の代わりに血で買い物させるのかい？君、よりしろを扱ってるんだね。よりしろは妖魔の慈しみ。これに血を与えればセルバンにできる。戦略が広がるのはありがたいね。こいつは助かる。毎度ありみたいなこと言ってるよね。こっちこそ、コランティーヌ。また君、コランティーヌって言うんだろ。リボンに書いてあるよ。Hmph!
チアルピアリア。行って。ハッセイハッ飛べ。ハッセイハッ落ちろ。ハッセイハッ落ちろ。行って。浄化開始。逃がさないからな。Stay in touch!
そうはいくかい。リュリーテスの指輪返しなさい。なんかべちょっとしてる。洗ってから持ってこ。アネス様、どうでし。その指輪がリュリーティス様を落ち着かせる効果があることを切に期待しております。気にしないから入っておいでよ。そこ寒いだろ。だって恥ずかしいもの。女同士なのにな、変なの。お待たせ。はい、どうぞ。私のお守り戻ってきたのね。喜んでもらえて嬉しいよ。そんなに大切な指輪だったんだね。あのさ、聖女なんかやめて普通の司祭に戻らない？また一緒にいろいろな場所に行って邪妖を狩ろう。何も聖女だけが夜と戦う方法じゃ。やっぱりこれアーナスが持ってて。え、だって大事なものでしょ。ええ、また落としちゃうといけないからアーナスが預かっておいて。今日はいろいろありがとう。紅茶かけちゃってごめんね。お洋服、明日の朝には乾くから。おやすみなさい。ちょっと。もう、勝手なんだから。なんか、体が重い。リュリーテスのせいだな。ん？ものすごく読みたくないけど。何のに？聖女がなぜお前に指輪を預けたのか、理由を少しは考えろ。お前はバカか、ブラザーより。バカで悪かったな、バカで。何がブラザーだ。人の人生覗き見しやがって、この変態。いつか見つけ出してぶん殴ってやる。ん？おはようございます、アーナス様。おはよう、リュリーテス。あの、指輪のことだけど。はい、何のことでしょう。ホットチョコ一つ。はい。これだから女の子って。
ホットチョコです。最高級チョコを使った当ホテルのオリジナルブレンドです。どうぞごゆっくり。ま、いいけどさ。またなんか言ってきやがったの？親愛なるシスターアーナスへ、お前の助けになるものを送った。夜について重要な情報を知る人間だ。きっとお前の役に立つだろう。ミラダが満ちるごとに夜も満ちる。世界の終焉へのカウントダウンがいよいよ始まってしまった。終わりまでに夜の君へと続く青き祭壇を見つけねばならない。送った人間と協力し祭壇を見つけ出せ。妹思いの優しいブラザーより。くそ、もう時間がない。どうしようもないのか。まだ何か書いてある。追伸、そろそろ血が欲しくなる頃だろう。意地を張らずに教皇庁を頼れ。何かあってからでは遅いからな。こっちはそれどころじゃないんだよ。それにもし困っても誰がお前らに頼むか。お前たちなんか頼ったら魂まで取られかねえ。ベッドメイキング？ええ、でもアーナス様、寝相がいいからすぐ終わっちゃうの。お掃除も簡単なのよね。お部屋にいないから散らからないんだわ。この部屋ちょっと贅沢すぎてさ、リュリーティスと暮らしたワンルームがちょうどよかったな。あら、それじゃあ部屋に恋してるみたいじゃない。本当は私がいたからでしょ。それは、その…冗談よ。ベッドメイキング終わりましたよ。ゆっくりしていってね、アーナス様。びっくりさせるなよな、もう…
未確認生物辞典にお菓子の箱にワインに不気味の標本に女性もののアクセサリー、なんだろうこの脈絡のない感じ。おはよう、リュリーティス。どうしたの？アーナス様、いいところに。支配人さんから留守番を頼まれていたのだけど、少し困ったことになっちゃって。困ったこと？お客様がいらしたみたいなのに、チェックインもせずいなくなっちゃったの。留守だから他のホテルに行ったのかもしれないよ。あら、ベルが鳴れば私すぐ出るわ。鳴ったのは電話だけよ。電話？支配人さんから電話には出ないようにって言われてたから。ふーん、電話ね。あれ、メモを取った跡がある。大観覧車の他の部分は字が崩れてて読めないな。大観覧車、もしかしたら国鳥発生区の遊園地のことかも。遊園地？このホテルの近くにはとても大きな遊園地があるの。消えた客は多分電話の内容を聞いてその遊園地に行ったに違いないな。そんな、もう日も落ちてしまって妖魔が活動しているはずなのに。どうしましょう。機密情報とか聖女のこととか、何かお客様の気を引く情報が漏れちゃったのかしら。あのずる賢い連中がそんなヘマするわけないだろう。情報リークがあるとしたらわざとさ。それにさっき私の方にも連絡があったんだ。どうやら教皇庁から助っ人が来てるらしい。エージェントか一般の協力者かはわからないけど、教皇庁が派遣した人間だ。大丈夫だろう。たとえそうだったとしてもよ、心配だわ。無事だといいのだけれど。けどもしその人間が無事だったら、いよいよリュリーテスは。どうしたの、アーナス様？いえ、少し考えてたんだ。その協力者が知っている情報ってどんなものかと思ってさ。え？夜をなくすための情報じゃないの？え？だって教皇庁は夜をなくすことが目的の組織でしょ？夜をなくす。そうか。聖女を使って封じる方法なんか元から教皇庁は知らないわけがない。ということは今回の封じる方法はそれとは別の聖女に頼らない方法ってことか。アーナス様？こうしてはおけない。今すぐその宿泊客を助けに行ってくるよ。危険だわ。心配ないさ。リュリーティス、君はここにいて。客人が戻ってくるかもしれないし、支配人が帰ったら事情を話して。じゃあ。でもアーナス様。やばかったら帰ってくるよね。ええ。
浄化か。相当手強いやつがいるな。こんなところに一般人が分け入って無事じゃ済まないぞ。
浄化。
虫の出す糸で折ったハンカチ。妖魔についてしたためられた手帳。女物の品々はどれも未使用ですが、妖魔研究の資料は使い込まれている。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。あなた本物の妖魔ね。純血の妖魔がこの地で何をしているの？さて、何でしょう？混ざり物のお嬢さん、人であるか妖魔になるか、ミラダが満ちるまでに覚悟を決めなさい。でなければお前は終わる、この世界と共にな。純血の妖魔なんて久しぶりに見た。あんなの知らないで戦ったりしたら葉を市にやられるところだ。この遊園地相当まずい。迷い込んだ奴が教皇庁の助っ人じゃなきゃとっくに死んでるか邪用化してる。まずいなこれは。資料とラッピングされた宝石類にハンカチにコルセットか。こんなものの品はどう見てもプレゼント用だよな。これ後味悪いことにならなきゃいいけど。
シアンティエリア。闇が溢れ出してる。あの黒い蝶全部が常しえの夜のかけら。まずい、急いで浄化しないと。おお、こっち来んな。止まれバカ、そんなに騒いだら。
ちら。実に素晴らしい戦いだったな。俺はロイド、世界を旅する商人だ。この島には珍しいお宝がわんさか眠ってるって聞いてな、一山当てに来たってわけさ。ところで、命の恩人の名前を教えてもらえるかい？私はアーナス。あなた、さっきの男の人？ああ、あいつなら。あんたね、私が調べてた遺跡を横取りするわ、私をおとりにして自分だけ逃げるわ、何してくれちゃってるんですか？まあまあ落ち着いて、アルカードの旦那、最後はちゃんと助けてやったろ。アルカードじゃなくてアルカド、旦那じゃなくて教授とお呼びなさい。それに私を助けてくれたのは泥棒崩れのお前なんかじゃない、こちらの未確認生命体のお嬢さんだ。未確認？私は妖魔研究をしておりますアルカドです。夜の君がいよいよ目覚めると聞いて世界最後の夜を観測に来たのですが、いやいや、早速こんな素晴らしい研究対象と巡り合えるとは。研究対象？邪妖をあんな風に葬り去るなんて普通の人間にはできっこありません。そこでぜひ君の体を調べたい。それよりどうしてこんな危険な場所に？それはこいつだ！あんた何言ってくれちゃってるんですか？ここは私が教皇庁から聞き出した妖魔研究に最も適した場所なんですよ。それをあんたが金目のものがありそうだとかなんとか言うから心配になってついてきたんじゃないですか。白馬の王子様を夢見る真相の霊場みたいに眠ってるお宝ってのは冒険野郎を待ってるもんなんだ。それにあんただって本物の妖魔が見たいって言ってたじゃないか。俺はこの通りナイスガイだし、あんたも黙ってりゃ美形に見えないこともないし、すげえ美人妖魔が引っかかるかと思ってさ。あーた、ナンパしにここまで来たんですか？呆れた変態ぶりですね。初対面のお嬢さんに体を調べさせろなんて迫る男の方がよっぽど変態だと思うが。バカバカしい。あれは純粋な研究欲です。私の崇高な研究をあなたの汚れた目で見ないでいただきたい。人の恋愛観を汚れとか言うな。両親が愛し合わなきゃお前だってこの世に生まれてないんだぜ。はあ、さてはお前恋愛経験ゼロか？生きてきた年数イコール彼女いない歴か？ぐしゃ、研究に身を捧げたこの私を、よくもことなかれ主義者の私でも、これには堪忍袋の方がキレッキレですよ。決闘だ！ほう、やるかい、変態先生。じゃあ、あれ？お帰りなさいませ、アーナス様。ごめん、支配人。宿泊客、ほっぽり出してきちゃった。あの方々なら大丈夫ですよ。それより、心配されておりましたよ。リュリーティス。
リュリーティス、今帰ったよ。泣くことなんかないだろ。どうしたのさ。だってリュリュ、おいで。アーナス、宿舎にいた時はよくこうやって踊ったよね。私ダンス下手だったものね。アーナスが付きっきりで教えてくれて、懐かしいわ。リュリーティス、私は昔からエージェントだった。英国に行ったのも教皇庁の命令があったからだ。だから私をか弱い女の子なんて思わないでほしい。私は決して倒れないから。私と友達になったのも命令があったから。私が聖女の子孫で妖魔に狙われやすいから。それは知らなかったけど。こんなに優しいのにずるいわ、ずるい。君へ感じてる気持ちは本物だよ。だからずるいんじゃないの。いっそ冷たい人だったらよかったのに。リュリーです。ごめん、何でもないんだ。今日はもう遅いからベッドで休もう。アーナス、ああもう朝か。貧血気味だな。リュリツス、リュリティス、大丈夫？アーネス様、あれ？行き倒れです。ああ、あれね。我がホテルの評判にも関わりますので、中に入れましょう。仕方ありませんが。そうだね、仕方ないけど。ん？どうぞ、ごゆっくり。助けてもらったご恩はご恩としてですね。まあ、この変態先生はともかくだ。なんで俺まで置き去りにしたんです。別に放っといても死にそうにないから。
こんな人も妖魔も見境なく盛ってる男と一括りにしないでください。研究にかこつけて裏若き少女の肉体を調べようなんていうドスケベと一緒にされたくないね。ね、このメガネーズよく似てるだろう。ご兄弟ですか？とにかく一度助けてもらったゴーンはゴーンです。教皇庁の電話を盗み聞き偶然聞いてしまいましたが、あなたエージェントだそうですね。ここに黒の書という夜の君に関するマル秘文献があります。あなたにこれを捧げましょう。で、真っ黒になってるけど焼け焦げた古本なんか年頃のお嬢さんが喜ぶかい。女性へのプレゼントってのはこうやるんだ。王室御用達の超高級チョコレートだ。どうだい、宝石のようだろう。教皇庁の電話を盗み聞き、いや、とても聞いちまったんだが、エージェントはチョコレートがお好きだとか。当たりだな。さあ、どっちがいいですか？ありがとう。泥棒のロイドさんだっけ？商人だ。こんな無差別種馬に負けるなんて。アーナスさん、あなた夜の君の情報が欲しくないんですか？この黒の書が修復できれば夜の封じ方だってわかるかもしれないというのに。夜の君の封じ方だって？この本がどうして教皇庁に焼かれたと思ってるんです？きっけだからですよ。食いつきましたね、食いつきましたね。変態先生はまさか夜をどうこうしようってのか？いいえ、これはただの知的欲求ですよ。この世界はとうに滅びていて叱るべき世界です。それを聖女の力で引き伸ばしたってね。まあ概ね同感だな。女の子頼みってとこが引っかかる。それに世界の終焉なんてロマンチックじゃないか。何ですか、あんたは全部下の話ですか？ロマンのかけらもない言い方はやめろ。お前の下品はお前の責任だ。やっぱりあなたとは決着をつけるべきですね。おお、望むところだ。あの、よろしかったらお一ついかがですか？ああ、いいですね、女子の手作り差し入れ。ほら、あーたも食べなさいよ。イライラするのは糖分が足りてない証拠です。別に女の子の手作りケーキなんて俺は食べ飽きてるんだけどな。アーナス様と支配人もお一ついかがですか？いや、あまり食べ過ぎるとほら、邪用狩りに差し支えるし。勤務中は水しか取らないと決めていますので。あら、残念。そういえばさっきのゴタゴタで忘れてたけど、これお部屋に落ちてたのアーナスのじゃない？親愛なるシスターよ、教皇庁から送り込んだ助っ人とは会えただろうか。一人だけだと心もとないだろうが、優秀な人間だと聞いている。きっとお前の助けになるはずだ。遠慮なく頼れ。誰よりも妹思いのブラザーより。あれ？ってことは
どっちかが偽物なのか。でもあのアホメガネス、どっちもエージェントって感じじゃないけどね。リュリはどっちが偽物だと思う？あら、偽物は私かもよ。冗談よ。